あちょっと息がつかないですけど、今回はそれなりにたくさん人数がいっぱい来てくれてるんでね、あのトーナメント表が組めておりますということで、まあ、ルールは、聖火近いから聖火でいい？はい、聖火って分かんない人多いから何でもありでいいじゃない？じゃあ、まあいっか、はい、自重しながら何でもありということで、もう細かいことはいいですと。でね、対戦台の方、ワンピー側に、クレジットボタンとリセットボタンついてます。見慣れないボタンがそうですので、どっちかを押してリセットした後に、終わるで、クレジット入れてやるという形でね、対戦を始めてください。で、最初じゃんけんで、ね、席を決めて、やります。で、日本選手になってますんで気をつけてください。はい、そんなとこかな。じゃあ、ゼロ回戦から始めます。私なんですよね。あとラビさん、あ、ラビットさんか、ラビさんってはい、どっちでもいいということで、私は 2P です、まあね、はい、じゃあどちらか、まあ、どっちか、はい、じゃあ実況変わります。ワンピー側が、ラビットさん、ラビさん、ラビさんでいいか、ラビって書いてあるし、ラビ、ラビリー、2P 側、竹鏡、まあ、どちらでもいいということなので竹さんは 2P 側を選択。このゲームは基本的には対戦の時に 2P 側に座った側のプレイヤーの、まあ、キャラのステージになるので、 B のステージになってしまうと一番このゲームで処理落ちが激しいステージになってしまうので、それをコンボで目押しをよく使う鏡側は嫌って、まあ、処理落ちの少ないステージを選んだという感じですね。初戦まずは公演集から公演と知らぬい、これでダメージ一気に5層と持っていく、わしじゃん、めくりじゃんし、しっかりガード、じゃんし、めく、おっとめくりっぽかったか、公演集、しかし陽一無駄です、無駄です、タッチ B は無駄です。下段と 4A の反撃は距離が遠かった。 4A から連殺弾 6B 締め、相手が固まっているところを駒投げで崩して、まず1本取っていくのは竹鏡、2本目始め。おっと、開幕静かなる鼓動でゲージを溜めて、ウテグ公演集から乱暴儀、下段、打ち上げルート、公演集、公演集を出さない、出なかったか、公演集、さあ石尾鏡がジャンプから飛びから降ってくる、足しっかりガーッと、足ちょっと今のガーフっぽかったですね、通常投げから足し打ち、ホームラン、中段、おっと、ジャン・エイシー・ケンタで空対空かかっていく、壊し壊し、あーっと、球はつながらない、壊し、最後は壊し壊し、昇竜拳、キャンセルして、ゼロ回戦制していくのは竹鏡。とりあえず進む、あ、お願いします。ちょっと赤ペンがなかったので今もらってきます。じゃあ、1回戦いきましょう。逆の方からいこうかな。そしたら逆から左に進めていきましょうか。雨宮さんいらっしゃいますか。雨宮さん、はい、ライムさん、両者手を挙げてじゃんけんでお願いします。1P 側は雨宮小次郎、2P 側はライム刹那。行くぞ。真剣勝負、一本目、始め。せよ、せい、せよ。は、よし。行け、せい。は。小次郎は個々の技はなかなかいいものを持っているが、いかんせんちょっと火力が。
ゲージを吐かないと低めなのが玉に傷なキャラ、しかし非常に動かしやすいいいキャラですね。対して刹那は立ち回りがあまり強いとは言えないキャラですが、ゲージを持った時のワンチャン火力が非常に高い、やることも少ないので、あのそうこれやめ立ち無名1無名絶、これで かなりダメージを大幅リード取っていく、その触れる技が少ない中でどうやって振っていくのか、かなり選手が問われるキャラ、いわゆる弱キャラですね。最後は通常投げ1本取っていくのはライム刹那、2本目足がいい、闇立ち B はちょっとつながらなかった、航空殺のしっかりガードから立ち A 無名1無名絶昇華、さあ体力が光る小城側、体力が光ってかなりピンチではありますが、体力が光っているということは消費が打ち放題なのでまだなくはない、ワンチャン狙っていってほしいところ、ヤンビあーっとかなり小城側苦しい、上りジャンシー中断だったが着地を突きをしっかり投げで崩して勝ったのはライム刹那。次、弁当屋さんいらっしゃいますか、はい千秋さん、はい両者手挙げて、じゃあはい、あ、ワンピー側弁当屋ムクロ、ツーピー側千秋カエデ、さあカエデはこのゲームの主人公キャラですね。非常にスタンダードな性能の技を多く持っており、立ちのリーチはこのゲームで一番 長いリーチが長いです。しかし対してムクロというキャラ、この走ってくる地なめが非常に姿勢が低く、立ち絵楓の立ち絵形成をくぐってきてしまうため、かなり楓側としては厄介。おっと下半身でこかす、荒打ちは飛び込ませジャンピア相打ち、さあお互いに体力光っている、あと一踏みにできず、4名4名立ち絵単に構い出し、8Bが出なかったがハゲワシからの追加で削り切って、まず1本取っていくのは弁当屋ムクロ、通常なあげから弾を打ち、4A 4A 6C 焚き火、おっとガーフかセットプレー、ジナメミス、さあカエルがピンチ、通常投げ足を打ち、下段はしっかりガードしていた、さあかなりカエルやりにくそうだ、立ち火 4A 4A 立ちクーが航空が出なかった、ジャンビッグ中ガード、最後は飛んだところを立ち B でとがめられてしまう、勝ったのは弁当屋ムクロ。次、やりたくないんだけどな、サミドリさん、はい、彼方の力やってきてくれたサミドリさん、おっと、福さんが、2P を入れるので、ステージはムクロステージですね。はい、で 1P は、サミドリさんのムクロですね。ステージはムクロステージです。福さん頑張ってって応援されてるよ。はい、どっちがどっちかをまずは見極めねばならない。レバーが動いてなくても連続技を食らっている 1P カラーが福さんですね。はい、これ投げで一矢報いましたと。まあその言葉は早いか。お互い 4A に反撃できないんだよね。
いかに裏をかいて攻撃をして先にゲージを貯めるか。攻めててもね、反撃しようとした 4A なんかにガーキャンをかけてね、相手にリズムをつかませないっていうノリが出てきますから。ガードは硬いですね。なんとなくなんですけど、勝敗を分けるのは動きの、豊富さの豊富な方かなって思うんですよね。地なめ滑りって結構奥が深いなって思ってて、ガーキャンを決めて、さあ緑さんのムクロ、ムクロが勝ち上がりましたね。あのガーキャンの精度なんかは斬鉄からこう培われてるんですかね。はい、次が1回戦最後、私と大川康さんですね。運がいい人です。いやー、強キャラな。いやー、浅かった。はい、 1P 側が岡安柔道、 2P 側が竹鏡。このさあ、雑魚が、前期キャラの中でもかなり高い部類に入る柔道、上りジャンピーが強いキャラはかなり苦手とするキャラですね。に対して鏡は上りジャンピーがかなり強力なキャラ、柔道がかなり苦しい組み合わせとなっていますが、鏡がまだ技なので比較的まだ頑張れるか。柔道もゲージを貯めて1回ぶん投げれば5割持っていけるので、まずはワンコーン 8B41、 全然あるんじゃないか。さあ、ゲージが溜まった、1回投げればもう即死圏内。これダッシュで投げようになったが、しかしこうやって止めて連絡が見押しはミス。ジャンビ投げかと思いきやバックステップで距離を離す、ジャンプ防止の立ち、ジャンビかぶせて立ち、高橋さん力の方が良かったんじゃないか、大丈夫か。さあ、まず1本取ってくるのは岡安柔道。さあ、相手しっかり画面見ている。お、投げてゲージは使わない、おそらく殺し切りを取っておけるのでしょう。しかし鏡がもうゲージを入った時の火力はかなり高いので、油断はならない。壊し目押しがちょっと失敗、緊張しているか。 4A から連殺ダンビーシー打ち上げ、351ジャンシー表ゲナ交えてしっかりガード、ジャンへ 4A で落とす、まあ、悪くはない。投げを警戒して飛んで 6B1 で壊し、おっとできる、しっかり一フレ猶予の目押しを決めて、コンボ完走、一本取り返していく竹鏡。さあ、さっきの大きい大会日月精神ではあのコンボは禁止されていましたが、3月にある大きい大会の聖火共演ではあのコンボが逆に、禁止事項から外れているので、技鏡使いの人たちはぜひあのコンボマスターしてほしいところ。あれやるとだいぶ火力が伸びます、伸びますっていうかエパなんですけどね。はい、さあ、鏡ガンガン攻めていっているが、重蔵も投げれば鏡死んでしまうのでそこも警戒していきたいところ。ダーチビ光る、体力が鏡が先に光る、光ったがほっと、はい、後円周崩して、さあ、おーイーブン、後円周初方向3秒落ち、さあ、おっと投げ足しっかり飛んでかわす、警戒している。絶妙な位置、最後は表か裏かちょっと分かりにくかったが、後円周が刺さり勝ったのは竹鏡。ちょっと危なかったですが、1回戦突破。
はい、じゃあ2回戦いきましょう。ライムセツナ対弁当屋ムクロ。どちらでもいいということで、弁当屋さんがワンピを選んだので、1フレを安定させる化け物がいるんだろうか。それ言っちゃうとね、このゲームね、化け物しかいないですね、プレイヤーが。基本的にこのゲーム1フレの目押しばっかなので、まあ真剣勝負1本目味がいい。ユウってね、稼働からもう18年目とかですからね、このゲームも。プレイヤーの人たちの連動もかなり高くなっていることと思います。その1フレーム押しの応酬にもやるじゃないかと見て楽しむのも醍醐味ですね。さあ試合見ていきましょう。ワンピー側弁当やむくろ、ツーピー側ライムセツナ。まあ一言で言えば、ムクロは強キャラです。セツナは弱キャラです。その辺も注目していきたいところ。ジャンビ2ミ無名1無名です。ゲージを放って確実に殺しきる。1本取っていくのはライムセツナ。さあ刹那、このワンチャンの火力はやはり売りですね。ジャンビ着地を地上で投げる。おいちゃ失敗したが、まあ気にしない気にしない。三振しっかりガード、ダメめくり。ジナメは立ち入れてしっかり止める。ジャンビめくりか、表からちょっと上がりにかったが、4A4A さん立ち入れ、さんに構えたち、ゾーンティモエグリまで、いやはじいてジャンビ運命1運命です。カスヒット 4A4A、 あっと立ち入れが漏れた。立ち絵が 2A に漏れる、あれよくあるんです。 かなりちょっと危なかったですが、最後は相手のミスに助けられ勝ったのはライムセツナ。じゃあ2回戦もう1個試合いきましょう。サミドリムクロ対竹鏡でお願いします。普通に立ち絵を押して、真剣勝負一本目味がいい。さあベスト4もう1個の試合、ワンピー側竹鏡、ツーピー側サミドリムクロ。さあ竹さんの鏡、相手がムクロということで、今度は技ではなくてしっかり本命の力でいく。6シー防衛手着地をずらすがしっかり追いついてきて、4シーから、あーこれがアウトですね。はい、4円立ち絵、残にかまいたち、キモエグリまで、もっとダッシュ近づいてきたところは目押しに失敗してしまう。痛い。4円立ち絵、残にかまいたち、まず1本取っていくのはサミドリムクロ。鏡の壊しからの 4A、まあ、現実はこれですね。この目押しも1フレですね。猶予がすごい難しいです。さあ小方向から長寿まで入って、まず1本ダメージを取っていく。空対空から5円周、5円走知らぬい3秒1、かなりダメージ取ったが、ムクロはここからの受け身、おっと危ない。壊して刺してほぼパーフェクトの状態で竹鏡が取り返していく。ゲージも7割ほど溜まっている、悪くない。ジナメをしっかり壊して止める。ジャミシカが好演習駒投げ入れ込んでいたか、壊し4円はしっかりガーキャンから好演習、好演奏知らぬ入れ、ゲージを吐いていく。ここで 6C から名挙止水潜在で吐いたが、ここで太陽光る。しかしゲージはまだ溜まっていない。壊して止めようと思ったっぽいが、
相手の通常投げの方が早かった。通常投げで返して6シおっと投げ捨てる。しかし最後は 4A コスリが勝つか。えちょっと今かなり疑惑っぽかったですけど、まあ画面は嘘つかないので勝ったのは、サミドリムクロ。三決やりましょうかね。何？あれだ、あのヌクラが前に出すぎて、ああなるほどね。三決いきましょうか。弁当屋さんいらっしゃいます？竹さんと三決いきましょうか。あれ前に出たけどやられ判定後ろに残ったままっていうやつ？あーなるほどね。逆に前に行っちゃってでも西井はそのあーなるほどね。ほんとさこのキャラさ、いや僕も使ってるんですけどこのキャラ。本日の大会3位決定戦、 1P 側は竹鏡、 2P 側は弁当屋ムクロ。竹さんは先ほどと同じく力壊しミスでしょう。 3C が出てしまってそこをしっかりワンコンとがめていく。 6B 6C を斜めでキャンセルしてジャンピカーを見せて、おっとダッシュ上段はガードされてしまい壊しの反撃もらうが、しかし相手も身の内を見せている。通常投げ、さあムクロの通常投げは超優秀。めっちゃ入る、めっちゃゲージ溜まる、追い打ちもできる。ただ未体力が光ってゲージも満タンということは結構危ないですね。危ないというのはどこからでもガーキャンから反撃がいけてさらに消化までいけてしまうので、迂闊な攻撃はちょっと控えたいところ。しかし時間も少ない。鏡がおっと目押しし成功していたのが距離が遠かったのであえてキャンセルしなかったか。ジャンビめくりから逃げたね。弾いて攻撃小方向グレンスザク。時間が少なかったが最後しっかり決めて逆転。一本取っていくのは竹鏡。逃げジャンビ空弾き立ち瓶ジャンシン表表壊すの上が打ちか。非常ジャンビ通常投げ差し落ち地なめで一応指返していく。2地なめおっとちょっと漏れてしまった結果壊し壊し壊し 4AC 小方向グレンスザク消化。これで一気に体力5割ほど持っていく。さーっと壊し漏れの三振、しかし二大反撃はなし。ラッキーじゃあしっかりガード駒投げこれは倒しきる。本日の大会3位は竹鏡となります。では本日の決勝戦いきましょう。ライムセツナ対サミドリムクロ。さあムクロを倒したらムクロが出てきた。かなり刹那側は苦しい。苦しいっていう一言で済ませてしまうのもちょっと雑な所感なんですが、苦しいってレベルじゃないんですけどね。さあステージは刹那ステージ、処理落ちがないステージを選んでいく。ムクロ側としてはガーキャンを狙いたいのでできたら処理落ちがあるステージの方が本当は楽なんですが、そこは刹那側嫌がってそれで違うステージを選んでいったんでしょう。決勝戦 1P 側はサミドリムクロ、 2P 側はライムセツナ。4A 4A 4A 立ち A 残留構え立ち 8B キドンキモエグリまで。最後6試合打ちか。まず1本取っていくのはサミドリムクロ。2本目足がいい。おっとタッチへ出終わりを地なめで抜けてくる。通常投げ足はしっかりがおとがめなし。
ダメ、タッチエール止める。おーっと、やっていないと言っているが攻めてしまった。入れ込んでいたが、そこを 6C でとがめて、とりあえず画面端を脱出、逃げダメ。おー、タッチエール落とそうと思ったが、相手の時の方が噛み合ってしまった。まだ時間もある、ゲージもある、体力が光ったが、ここは落ち着いていってほしいところ。ちょっと欲望っぽかった、弾きを隙をしっかり通常投げた足打ち。というわけで本日の、ビッグワンセカンド、月下大会優勝はサミードリームクロとなります。おめでとうございます。あ、そうですね、あ、なんかおもむろに優勝したサミドリさんがムクロ、あ、おっと、おっと、あ、サミドリさん、あの優勝商品があるそうです。お菓子、お菓子詰め合わせがあります。あ、3位、1位から3位の方、写真撮影がありますので。サミドリさん、顔隠したかったらお菓子でもいいんですよ。はい、写真撮影中ですね。はい、お疲れ様でした。じゃあ武さん、じゃああと締めお願いします。はい、まあ、優勝はサミドリさんということでね、遠征なのかな、まあ、来ていただいた方に、かっさらわれてしまいましたということでね、とりあえず締めるか。第5回月下の決死第2幕シングル大会はここで締めとさせていただきます。で、もう早め早めの告知をしたいなと思いつつ、次はいつでしょう。まだダメ。あ、はい、第3週ぐらいの日曜日を、基本にしておりますので、ぜひ次回も、ん、あ、そうだちょっと考えますと多分誰も来てくんないはい、ということで今日締めたいと思います。お疲れ様でした。個人的に気になっているのが、私とサミドリさんの準決勝の最後ね、地並み滑りで目の前に来たムクロに対して西が当たっていたはずなのに使っていたあれね、ちょっと動画で見直したいと思います。はい、じゃあ、野地合台がね3台ありますので、ムクロを駆逐します。